Hey, what's good? It's your boy, it's the H.O. And you're now watching ヒップホップで学ぶ英語チャンネル。 Yes, さまゆき、バイバイ。 Yeah. はい、はい、ですね、今日はちょっと上半期っていうのかな、ちょっとだいぶ遅くなってはしまったんですけれども、聞いてて、あ、これはちょっと解説のしがいあるなというふうに思った曲があったので、ちょっとそちらをですね、今日は扱っていきたいなというふうに思います。はい、こちらです。 Vince Staples When Sparks Fly、うん、こちらの曲を使っていきたいと思います。うん、まあ Vince Staples ね、どうでしょう、音楽メディアのあれがだけが全てではないんですけれども、結構やっぱこう、うん、メディア受けが、まあ毎回いいんですけど、結構 Vince Staples、 そのいわゆる音楽メディア、ピッチフォークだったりとか、うん、ああいうところの、うん、なんですけど、まあ、今回も、まあ、例に漏れずですね、すごい高い評価を、獲得していて、まあ結構、ね、個人的にもこれすごい好きだったなというふうな感じのアルバムなんですが、うんうん、まあ、その、アルバムの中からですね、今日は When Sparks Fly っていう、まあ、これね、ちょっとね、こう、まあ、スパークってこう火花じゃないですか、うん、こう火花がこう飛び散るようなこう恋の甘美でちょっと切ないような、まあ、そういうこうね、ストーリーをちょっとミス・ステイプルズが語ってくれてるので、ちょっとそれをですね、うん、解説していきたいなというふうに思っております。じゃあちょっと、最初コーラスの方からいきます。これはなんかね、ライブズっていうアーティストの、うん、ちょっと曲を、まあ、サンプリングして、まあ、それがこうコーラスとして使われてるんですけれども、まあ、こんなことが歌われています、はい、It's been two years、まあ、2年になりましたというふうなことですね、うん、で I keep calling、 私はコールし続けています、まあ、コールだからまあ呼ぶだったりとか、あるいはまあ電話するとかかもしれないんですけれども、まあ、呼び続けています、うん、で、I'm standing here、 私はここに立っていて、And I ain't got you. 私は、うん、まあ、I haven't got you. Ain't か haven't の、略に、変化になってますけれども、まあ、私はあなたを持っていない。か、まあ、あなたを自分のものにできていないというふうな状況ですね。うん、で次、As we lay here.、ね、我々がここに、まあ、横たわるって本当は lie。こっちの方が使われますよね。lie。はい。で、ただここでまあレイっていう風な、まあ、横耐えるっていうのにこうレイっていう風なこう使われたりするんですけれども、うん、まあ、だからなんでこれライじゃなくてレイなのかっていうと、一つは可能性として二つあるかなというふうに思ってて、一つが、過去形、横たわるっていう、動詞ライの過去形がレイなので、私たちがここに横たわっていた時みたいな感じでこう使っているのかもしれないし、あとね、うん、なんかこれね、ラップ等のリリックにおいてはこのレイっていうのがなぜかこう横たわるライと同じような感じの意味で使われることが結構あったりとかするんですよ。うーん、そうだからなんか学校でよく習ったのはさ、なんかライちょっとライレイレインとかなんかやったじゃないですか。あレイレイというで、上の方が横たわる、自動詞ですよ、下の方が横耐える、うん、他動詞ですよみたいな感じのことをやったと思うんですけど、うんうんうん、なんかこれに当てはまらないような例をですね、いくつかこうラップ等のリリックによって見たことがあって、どっちの方か分かんないんですけれども、はい、ちょっとまあそんなことがありますというところですね。はい、これごっちゃに使っちゃってるってことではなくて、ごっちゃなのかな、いや分かんない、ちょっとここについてはさらなる研究が必要とされるかなというふうに思います。確かに。で、次ですね。As we lay here, 私たちはここに横たわって、lovers in arms ね。まあ、愛する人をこうなんかこう、腕の中に、まあ、抱きしめているというふうな感じですね。そうすると、うん、まあ、I can feel you fear. 私はあなたの fear、まあ、恐怖、恐れを感じることができます。うん、can this love be true?ね、この愛っていうのは本物でありえるだろうかというふうなことですね。ああ、うん、だちょっとなんかこう切ない切なさがこうね、呼び続けていて、多分答えられてないんでしょうね、しっかり、恋人同士に慣れてない感じなのかな、ちょっとよくわかんないですけど、 Come on lift me up love I keep falling ですね。 Come on lift me up、 まあ私を、ね、リフトアップなんで抱え上げるみたいな感じですかね、抱き上げて、うん、I keep falling、私は落ち続けているという感じですね。で、うん、I'm losing faith.
私は、まあ、faith、これは信じること、信念とか信用とかそういうのなので、まあ、それをこう失ってるってことですね。うんうん、で、なんでかっていうと、cause you keep stalling。あなたがストールし続けるからということで、このストールってなんかあの、言葉を濁すとか、なんか立ち止まってる、なんかちょっと進捗が良くない感じ、まあ、それを表すのにこうストールっていうのはよく使われるらしいんですけれども、うんうん、まあ、その、言葉を濁しているから、濁し続けているから私はあなたを、まあ、信じれずにいるみたいな、まあ、そんな感じのことがですねここの2行でいる歌われていると。切なさを感じさせるこう最初スタートになりましたと。で、じゃあバース1の方ですね。ちょっとあの今日バース1だけちょっと解説していこうと思うんですが、見ていきましょう、うん、She said、 彼女は言いました。 Baby, keep me closely, love you when you hold me ですね。Baby, keep me close, 私を、まあ、closely に、まあ、キープしてっていうふうなことなんで、あのずっと、まあ、近くにあの置いておいて、まあ、私を離さないでっていうふうなことですね、うんうんうん、で、love it、好きです、まあ、何が好きかっていうと when you hold me、 あなたが私をホールド、うん、まあ、抱きしめてくれるときが好きですというふうな感じですね、うん、で、know that I'm a real one、私はリアルなワン、まあ、本物の女だってことはわかるでしょうというふうな感じですかね、うん、I don't do no ghosting。 私はゴースティングをしませんということで、これあの I don't do any ghosting っていう風になるのが、まあ、一般的な、うん、あの英語なんですが、ラップ等のリリックにおいてしばしば使われるこの not と no の、併用ですねが起こっています、うん、で、ゴーストっていうのがこれあの聞いたことあるかな、なんか突然消える、ドローンする、バックレるみたいな感じで、うん、ゴーストっていうのはこれ、うん、あの動詞でよく使われるんですよね。聞いたことあるかな、うん、そう、あれです。あるね、なんか、うん、ゴースティング、そうなんで、あのそれがここで使われている。で、私はそれをしないというふうなことを言ってるわけですね。要はあのちゃんと相手に尽くすような、相手としっかり向き合うような、女性ですというふうなことを言っています。で、次、 I know that you love me、私は知っています。何をかっていうと that you love me、 あなたが私を愛しているということを、 you don't gotta show me、あなたは私を、show しなくていい。で、この後こっちにつながるんですけれども、 show me off to the world ですね。だから you don't gotta show me off to the world。 で、 don't gotta だから何しなくていい、 don't have to ですよね、うん、show me off to the world、 私を世界に show off しなくていいという感じで、これもちょっと、見ていくと、show 誰々 off、 あるいは show off 誰々、まあ、何々、で、まあ、誰々とか何々を見せびらかすっていうふうなことの意味になります。うん、ですので、You don't gotta show me off to the world。あなたは私を世界に、まあ、世間に見せびらかさなくていいんだよっていうふうなことを言ってるわけですね。うんうんうん、そう、だから、これも本当に、本物のリアルワンっていうふうに言ってるだけあって、なんかこの、関係性をこう誇示するとかではなくて、あのひっそりそこはやっていくっていうふうなことを言ってると、うん、で、Please、うん、お願いと、 Hide me from the police、 警察から隠して、あれちょっとなんか意味深ですね、うん、意味深ですけど、なんかあれかな、まあ、あのボニー&クライドみたいなそういう感じ の、うん、あの世界観なのかなというふうに思いますね、うん、Everywhere you go、ね、あなたがどこに行くについて、行くにしても We together、私たちは一緒ですと。inseparable、離すことができない、離れられない、離れませんというふうなことですね。うん、で、次、You know I'm down for whatever、あなたはわかるでしょうと。I'm down for whatever、私がもう 何事に対してもダウンであるというふうなことですね。で、このダウンっていうのが、あの、まあ、これ何回か扱ったことあるかもしれませんが、まあ、何々賛成しているとか何々沿っているとか、まあ、そういうふうな意味でこうダウンっていうのをこうよく使ったりするんですね。うんうん、うん、なんでダウンフォーザって結構言うよね。あ、そうそうそう、うん、ダウンフォーマイ、あれですね、なんだっけ、シーマーダーの、そう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 、シーマーダー、そう、うん、ダウンフォーマーなんとか、そう、ダウンフォーマーなんとか、そう、あのだからあれもやっぱそいつらと一緒にこうずっとついていくぜみたいな感じのニュアンスですよね、うん、Down for whatever、 何事にもついていきますっていうのは、まあ、これ同じような、意味で使われていますということですね。 Protective of you、ね、あなたをまあ守りますと。次、 I don't want to use protection with you、私は、プロテクションを使いたくないあなたと一緒にというふうなことで、このプロテクション、これね、ヒニングのことをプロテクションというふうに言います。ほう、だからその本当に生でやるぐらいのこう関係だという感じですね、うん、でも But the
glove ですね。グラブが will keep you safe。 あなたを、まあ、安全に守ってくれると。 if you ever get loose、あなたがゲットルースすることがあるとしたらというふうな感じで言ってまして、うん、でこの glove、 これも実はコンドームというふうな意味がありまして、本当は使いたくないけれども、もし、まあ、そういうふうに、うん、なことになるのであれば、あると安心だよね、みたいな感じですね。うんうん、で、ゲットルース、まあ、これもありましたけれども、これも性的な行為に、まあ、興じるというふうな意味でこれ使われることがあったりとか、あとなんか酔っ払うとかそういうふうな意味でもこれなんか使ったりとかするんですけどね。うんうん、なんかめちゃくちゃになってるような状態。そのゲットルースっていうふうに言ったりもします。Never put you in a jam.だから I will never put you in a jam というふうに捉えたらいいかなと思うんですが、あなたをジャムの中にプットしないという感じですね。うんうん、ジャムの中に置かない。で、ジャムってのはこれ何かっていうと、まあトラフィックジャムみたいな、なんか混雑してる状況とか、もうジャムっていうふうによく言いますけど、それと同じ、まあ、ちょっと近いイメージかな。苦境、辛い状況、それをこうジャムっていうふうに言ったりとかするんですね。だからまあ辛い目には合わせないというふうなことを言ってるわけですね。うん、絶対に辛い目には合わせないからと。で、hold whatever for you。で、あなたのためだったらまあ何だって耐えますと。まあ、ホールドしますというふうなことですね。耐え忍ぶみたいな感じですかね。うん、で、when you first shot your shot、ね。あなたが最初にあなたのショットを打ったとき。まあ、ショットを打つとき。まあ、どういうふうなことかなっていうふうに思うと、次こういうふうに言います。I knew.私は、知りました、どういうふうにしたかっていうと You would be the one to hit the spot。 あなたが would be the one、 こういう人だっていうふうなことが分かりました。どういう人かっていうと、to 以下が、まあ、不定詞の形容詞的用法で、形容していますが、スポットをヒットするような人だっていうふうなことが分かった。うん、最初にショットした時にスポットを外さない男だって分かった。お、その最初にこう性行為に及んだ時に女性がこう喜ぶところすごい心得てる男だっていうことは分かったという感じのですね。うん、で次、Only you can make it clap for the homies, I'm not ですね。で、あなただけが can make it clap、 それを拍手させることができる。誰のためにかっていうと for the homies で、 I'm not、 私は違いますというふうなことで、まあ、この make it clap for the 誰々、その clap っていうのはそのなんだろうな、お尻で拍手するみたいなのか、そういうのあるじゃないですか。うん、なんかあれのことかなって思いまして、だそのあなたのためだったらブーティークラップってこと、そう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 、うん、ブーティークラップみたいな、あなたが言うんだったらもうそれやりますというぐらいの、まあ、その信頼関係が二人の中にあるというふうな感じですかね。 On the late nights、 深夜には me and you、 私とあなたで circling the block、 まあ、ブロックをまあぐるぐるこう回ってるということで、だその街のその区画を二人でこうドライブとかしてるんですかね、夜に。うん、なんかね、こういいですよね、夜に2人だけドライブとかってロマンチックな感じです。はい、で次、Trying to make it pop、 make it pop、 なんだろうな、まあ、楽しもうとしてっていうふうにこれなんかなんとなく訳しましたけれども、まあ、そんなことを考えながら、うん、ブロックをサークルしてるという感じですね。で、Put the pussy N-word across the street from Cherry Park、 P ワード、やわなやつみたいな感じですね。やわなやつ across the street、うん、from Cherry Park、これチェリーパークってなんかそのロングビーチにあるチェリーパークって公園があるんですけれども、まあ、そこのあたりのまあ地域出身のやつをまあ2人でこうやっちまったと。プットってこれなんか調べた感じあんまなんかそういうの出てこなかったんですけど、多分この文脈からするとそういう意味にしか、 なんか取れないかなというふうに思いますんで、やっぱそのさっき言ったようにそのボニー&クライド的な2人でこうなんか悪いことをやるカップルみたいな、そういう感じのあれなのかなっていうですね。うん、Hope we don't get caught、ね、まあ、こういうふうに望んでいます、祈っています。どういうふうにかというと We don't get caught、 私たちが捕まらないことをまあ望んでいますって感じですね。うん、で Don't you break my heart、ね、私の、ハートをブレイクしないでくださいという感じですね。うんうん、最後 Love how you illuminate my thoughts、 Love、 なんとかかんとかで、まあ、あなたが Illuminate、はい、これなんかね光を当てるとか、啓発するとか、うん、そういう意味でこうよく使うんですね。うん、イルミネーションってあるじゃないですか。はいはい、ああ、はい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 、イルミネーションもまあ光をこうやってるわけなんで、まあ、同じようにイルミネートでまあ光を当てる、啓発する、なんか啓発ってなんか啓蒙って言い方もしますよね。うんうん、そうなんか啓蒙ってなんか人によってはこれなんか差別用語だからちょっとあんまり使わない方がいいっていう人もいるんですけど、これなんかもともと暗いところを
表すのにもうっていうふうに言うんですね。ああ。そう。で、はいはいはい、暗いところに、まあ、光を当てるっていうのが、まあ、啓蒙、まあ、ないし、まあ、今の言葉で言うと啓発だから、うん、まあ、illuminate my thoughts っていうふうに言ったら、まあ、私の考えっていうのはこうある中で、まあ、そこにこう光を当ててくれることによってその啓発してくれると、新しい考え方を示してくれるみたいな、そんな感じですかね。新しい知恵とか知識とかそういうのをこう示してくれる、うん、その啓発してくれるのが本当に好きなんだということを言ってると。一通りのこうバース読んでみて、ボニー&クライドみたいな結構なんか犯罪を一緒にこうやるような、でもなんかお互いすごい信頼し合ってる、まあ、そういう、 こうカップルの話なのかなっていう風な感じがしますよね、うん、するけどなんかなんかなんだろう、はい、なんか変な感じするの、はい、うん、いいところに気づきました、うん、これね、なんだと思う、なんか人間じゃないんじゃない？人間じゃない。お、いいところをつきますね。何でしょうじゃ。なんか擬人化っていうかね。擬人化。じゃあ何のことを言ってると思う？銃じゃない。銃じゃない。銃じゃない。正解です。よっしゃ。そうだ。ね。そうなんですよ。銃なんですよこれ。ね。全部そうなんですよ。これあの実は。ラブソングに見せながら全部こう銃の視点からこれ歌ってるんですよね、うん、でこれがなんかあのどっちにも取れるようなリリックを全部こう使いながらここまで話を進めてきたこのヴィンス・ステイプルズの作詞能力、そう、僕はこれにすごいもうなんか簡単、うん、もう感銘を受けてしまいまして、じゃこれはやっぱ、うん、ヒップホップで学ぶ英語を紹介しないといけないというふうに思ったわけですよ。そうだよね。そうだから、まあこれ最初なんか話さないでっていうのも本当に銃しっかりこう握っててみたいな感じですよね、うん、だし、うん、ゴースティングしない、まあ、消えた、まあ、消え、もしさ銃が消えてしまったらさ、それって誰か他の人の手に渡ってるわけで危ないじゃないですか。だからそんなことには絶対ならない、うん、ならないし、だから銃だからやっぱりこう世界に見せびらかされる、見せびらかすようなものでもないし、うん、まあ、警察から当然隠されなきゃいけないという感じですよね、うん、だとか、あとなんだろうな、ダンフォイバープロテクティブ、あなたを、まあその護身の意味を持ってこれ守るって言ってるわけですよ、うん、護身のためにやっぱ銃って持つのもだし、でプロテクションっていうのはこれ銃に関連する用語だし、あとなんかその、うん、ゲットルース、まあ、その手がこう滑ってしまうような、うん、握力がこうなんかあんまこうなくてこう手が 滑らせてしまうような時にもグローブね、本当に文字通りグローブをつけてれば、うん、安全に銃を持って、持ち運んで撃つことができますということが言ってる、うん、で、鬼 first shot your shot、 これもなんか性行為の話だっていうふうに最初言いましたけど、本当に文字通りこう撃つとき、うん、撃ったときに、うん、あなたはこうスポットを外さない、的をめがけて撃ったらそれ外さない人だっていうふうなことは分かったという感じだし、うん、あと、あ、ごめん、ちょっと飛ばしました、ジャムね、ジャムってこれ玉詰まりのことですよ、玉詰まり、あー、うん、ジャムるって言うよね、そうそう、ジャムるってやつですよ、その、うん、ジャムの状態には絶対しませんという感じで、で、まあ、このクラップとかもやっぱこう銃が撃たれる時のそのなんか音だし、はい、まあ、銃と一緒にこれなんかこうブロックをこう回っている、で、うん、そうですね、まあ、全部これ銃で、最後のイルミネートマンソーツのところもやっぱ銃がこう撃たれる時ってこうなんか火花がこうある程度こう出るわけじゃないですか、パンって、はあ、でそれがやっぱりこう銃にとっては thoughts、まあ、頭に相当する部分ですかね、そこがこう光るわけなんで、うん、そう、そういうふうにこう光らせてくれるのがすごい好きなんですということをですねこれ言ってるという、うん、まあ、感じの、曲でございました。この作詞についてはぜひですね紹介したいなというふうに、最初聞いた時に思ったので、紹介させていただきましたが、うん、まあそうだな、うん、同じようなこう銃の視点から歌われたものって例えば、まあ、ちょっと銃の視点ではないですけれども、トゥーパックの Me and My Girlfriend ですね、うん、あれはなんかその、うん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 、銃を彼女にこう擬人化してなんか歌ってるよ、ラップしてるような曲だったりとか、あと、まあ、ナズの I gave you power ですね。あの曲も、まあ、その、愛っていうのはその、銃なんですよ。
まあ、その自由の視点からこう歌ってたりとか、まあ、そういうのはこうあるんですけれども、まあ、そのビンス・ステイプルズもですね、そこにこう負けず劣らずというか素晴らしい、リリックを披露してくれたんで、これ今、うん、1バース目だけしかちょっと扱わなかったですけども、2バース目になるとね、またすごいんですよ。このやっぱ恋人同士の会話にも取れるような、単語を使いながら、やっぱ銃の、視点からこう話しているというのがこうあるんで、ちょっとね、うん、気になる方はぜひジーニアス等で、読んでみるといいんじゃないかなというふうに思います。あ、だからタイトルもね、これウェンスパークスフライなわけですね。そうそうそう、銃撃たれる時には、スパークが飛ぶからという感じですね、うん、ということで、今回ですね扱った、曲ウェンスパークスフライ、概要欄のところに、うん、リンク貼っておきますので、そちらからぜひ聴いてみてください。はい、よろしくお願いいたします。それと、ご視聴の皆様、チャンネル登録、通知ボタン、そしてよかったらいいねなんかも押してみてください。それと僕たち SNS やってます。 Twitter、Instagram、そちらにコメント、とか読んでみて、これウィンス・ステープルズやばいぜとか、そんなコメントもぜひお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、ではまたお会いしましょう。 Peace Peace.